まずはおめでとうございます。ありがとうございます。90分間を振り返っていただけますか。まあ、そうですね、本当にカウンターが得意なチームという情報が入ってたので、最近本当、うちのチームはカウンターから失点してたので、まあ、そこのところはしっかり気をつけようというふうに、思いながら、ゲームに臨んだので、相手にカウンターを受けた時もそんなに慌てずに、対応できたのでそれは良かったかなというふうに思います。はい、この勝利で一応勝ち点が首位と並んだ形になりますが、この点についてはいかがですか。そうですね、あんまり順位のところは気にしてないんですけど、本当に1試合1試合、勝つことを目標にやっているので、まだ試合も半分以上ありますし、そこのところはあまりまだ気にせずに、これから先もやっていきたいと、思います。ただこの首位並んだという結果はおそらく藤島選手のビッグセーブが効いていると思うんですけれども、今日も連発されていましたね。そうですね、でも、本当にあんまり自分が活躍しない方が本当はいいんですけど、でも、最後のところで、しっかりと、止めることができて、最近無失点がなかったので、無失点で終えることができてよかったです。はい、そうですね、無失点で終えることができた、これはチームにとっても大きなことですよね。そうですね、本当に最後まで集中して全員で守りきったということで、本当にまた一歩チームが成長したのかなというところを、感じてます。はい、では最後に次節に向けて一言お願いします。そうですね、本当に簡単な試合は1試合もないんで、1試合1試合、集中して、しっかりと次も、勝ち星をつかめるように、また今週1週間いい準備したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。